はい、サブチャンネルなんですけど、これが来たよ。ほんとだ、かわいそう、帽子かぶってる。映ってないけど、はい、うん、みんなを連れてきましたね。そうね、はい、お前の家からね、うん、で、座布団も買って買ってだんだん生活感が出てきた。そうそうそう、だんだん生活できる、木が生えたみたいな感じで。昔、うん、毎月やってた企画一番続いたシリーズ。あー、わかったわかったわかった。そうね、水溜りボンド史上一番続いたシリーズ。はい、あれは、うん、お世話になった企画です。なんか、なんだろう、ただ喋るじゃないけど、そう、だからその俺らの素でいける企画がね、っていうのをやっぱ一個作りたいなっつってやってて、うん、そう、で、どんどん見られるようになってきて、うん、なんだろう、あ、やっぱ企画を僕らはしっかりやった方がいいかなっていうので、ちょっとなくなっちゃってたの。そう、でもまあサブチャンネルってものを作ることができて、まあ確かに今は確かに復活してもいいかもしれない。そう、この企画、まあサブチャンで復活してもいいかなと思って、うん、まあ僕らの喋ってるのがただ聞きたい人はね、そうね、まあ、ちょっとだけお付き合いいただけたら。いつぶりだ、もう1年ぶりぐらいだ。ちょっとじゃあいきますよ、2月のターンテーブル、はい、ちょっとね、まあ、前回の懐かしい、ターンテーブルだって。そう、ターンテーブル、ここもちょっとね、何ターンテーブルって、そう、何って思った、動画見てて。ちょっとじゃあ2月のターンテーブル出しますか。こんな感じです。お、今月は出ました。ちょっと意外とね、毎月面白い日が多いんですよ。そう、2月、面白い、これ結構2月面白いですよ。絶対ダメじゃん、職場で裸になろうの日。ダメだよ。多分海外だよね、多分ね。あ、海外？海外だとしてもだろ。あー、あるね。あるでしょ。一個だけヒットしました。でしょ。既存の慣習やルールに縛られず、裸になって自由な働き方をしている人たちを称賛する日。この日は社員全員全裸になって仕事をしましょう。おかしいな、こいつ。はいはい、はい、次、3日節分。あ、いいじゃん。まあ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 、4日、ぷよぷよの日。おお、ぷよぷよ大好きなんですよ、実は。カンティが、うん、ぷっていう2とよっていう4の語呂合わせだそうです。それさ、ぷっておかしくない？ぷは2だそうです。ふでも微妙だと思うよ。うん、まあ2つのふで、ふだからぷ。たまにあんじゃん、それ無理じゃねっていうのない？たまに。あらあらあら、覚えれない覚えれないっていうのない？どういう語呂合わせっていうの？あれちょっといつかは言いたいな。13日、これ銀行強盗の日。それは何？対策する日？いや、銀行強盗が初めて行われた日。マジ？うん、叩いちゃってんじゃん。そうだよ。1866年のこの日、うん、当時の人々に西部のロビンフッドともてはやされたジェシー・ジェイムズ兄弟が初めて銀行強盗に成功した。この事件はアメリカで、白昼に起きた初の銀行強盗事件として、確かに確かに言われている。だからさ、銀行ってそんぐらい無理って思われてたものなんじゃない？うん、そこ行くっていう逆転の発想だったもんね。うん、まあ14日バレンタインで、はいはい、15お菓子の日。これ1年半前の僕らここにすごい怒ってましたね。ああ、だからこの次の日当ててるからだと、うん、同じこと思ってるわ。2年前と。いや、だってバレンタインデーって、うん、あのチョコの会社が作ったチョコを売るための日でしょ、うん、やべやべっつって次の日お菓子、うん、で前の日だと怒られそうだから、そう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 、前の日にしたらはって言われそう。 2days みたいな感じにして、うん、でチョコも仲間だよみたいな感じで、チョコも売れるからいいよね、みたいなね。うん、で20日アレルギーの日だそうです。もう俺毎日アレルギーの日なんだけどね。俺は大丈夫ですか、食べてないですか？食べてないっすよ。僕のところにリップ来ましたよ。誰こんなん作ってんの？誰がなんでそんなさ、うん、ことをすんの？100枚欲しいからでしょ。でも、こういう人、ダメです。27日、これちょっとね、はい、新選組の日。趣味なんじゃない？まあそう、日本酒が好きで。はいはいはい。新選組も大好きだから。まあ、誰が好きとかある？わかんない、一切。岩倉智美。新選組じゃない、新選組じゃない、うん、そうなんです。僕はなんかもう銀魂で、ああ、そっかそっか、新選組はすごいファンになって、日本酒センターだったんで僕は。で、まあ、土方好きですね。ああ、土方ね。土方さんの何が好きなの？いやね、かっこいいの、あの人は最後生き残って、うん、で幕府側で戦ったんだけど、幕府の戦いで負けて、うん、火の手が迫ってる中で一人で敵に向かってったっていう、あーって
これが2月でした。もしね、はい、好評だったら3月もやります。やりましょう。ということで、サブチャンネルでした。ありがとうございました。